ってこんな大きな字書いてるね。キャンセルになったらよ、はい、これ一個ずつにこうパッておくわけ、あの人は。91歳の被爆者長尾夏実さんが自らの体験を語り始めたのは15年前でした。しかしこの2年間はコロナ禍で活動はたびたび中断。原爆資料館を訪れたのは2ヶ月ぶりです。よろしくお願いします。証言は年間およそ40回、月に25回になったこともあります。この日は兵庫県から修学旅行で訪れた小学生に語りかけます。私はね、14歳の時学校の校庭で被爆しました。それは新徳高等女学校2年の時でした。学徒動員に向かうため校庭に集まっていました。爆心地から 1.4 キロでした。でその爆風に私はみんなも、私だけじゃない、生徒さんみんなね、壁にぶつけられてバチンとストッと落ちて、そのまんま亡くなる方もある。私もそのまんま気を失いました。校舎は一瞬で瓦礫の山と化しました。登校していた2年生339人のうち200人近くが亡くなりました。長尾さんも全身を焼かれました。夢かななんて私思いました。で手を挙げてね、触ろうとしたわけ。ただずる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 、なんかついたがるんよ。と思って、で今度左手を挙げるとやはりずる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 ついたがるわけ。びっくりして両手をこう伸ばしてみて、赤みが出てずるずる両手とも。そして皮がね、この爪があるでしょ、指先の爪のところに止まってね、反対にこう下がってるわけ。証言をもとに高校生が描きました。両手を上げて剥がれた皮膚を引きずらないようにして歩き続け、豪華を逃れました。広島市南区の公園の一角に当時の記憶が刻まれていました。ここには瀕死の状態でたどり着いた第一国民学校がありました。長尾さんはここで多くの被爆者とともに手当を受けていました。そして3日後の夜、駆けつけた父親が発した言葉が忘れられません。そしたら私を見ながらね、夏美がいないなっていうわけ。私はびっくりしたの。どうして私がここに寝てるのにね、お父さんわかんないかしら。焼けただれ膨れ上がった顔、父親でさえ自分の娘とはわからない有様です。長尾夏実の父、長尾真一、寝ててね、大きな声でもう叫んだの、何回も、本当に何十回です。そしたら父が今度はね、しゃがんで私の顔に父の顔を重ねるようにして、誠にすまんが、生まれたところとお父さんとお母さんの名前を言ってみてくれないかって言って、そしたらね、なんか込み上げてくるもんがあって、わーって泣いてしまったわけ。そしたら父が、ね、あ、これ夏海だって言ってくれた。本当に貴重な体験をありがとうございました。こちらこそよく聞いてくださいました。ありがとうございました。あ、上手にできたね。元気を出してるでしょうね。え、本当はね、くたびれてるよ。子供ってかわいい。私は来世は10人ぐらい産むわよ。結婚や出産は諦めました。それは辛い決断でした。だって私の体見て思うわよ、ケロイドはいっぱいあるし、でこんな体でからね、子供産んだらね、健康な子生まれないと思った私。
人で生きる。そのために選んだのがデザイナーの道です。裁縫は幼い頃から得意でした。東京の服飾学校を卒業しパリに留学。帰国後は国際的なファッションデザイナー森英恵さんの助手となり、世界中を飛び回りました。あの日のことは口にしない。その決意に変化が訪れたのは70歳を過ぎてからでした。地元広島で続けていたデザイナーの仕事を退こうとしていた頃です。背中を押したのは師と仰ぐ森さんでした。本当森先生はね、もう本当にもうなんていうの、平気なの。私が苦しんでもね、何言ってんのあなたへ、やるべきよあなたあったんだから。本当私腹が立ったよ。だって言うこと自体がもう私嫌だったんだから。この日二人は物別れ。しかし周囲の説得もあり、悩み抜いた末に証言を始めたのは75歳の時でした。そして原爆を落とした国アメリカで忘れられない出来事がありました。この私のケロイドをこんなまだボコボコしてたけど、ね、それを刺すってね、もう苦しかったでしょ、痛かったでしょとか言われてね、その人は泣きながら言ってね、アメリカといえどもね人間なんだと思って、もう本当に申し訳なくって言ってからね、ああそれからよ、だん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 自分の気持ちが解放されてね、国境もないしね、人間の気持ちいうな、どこ行ってもみんな一緒なんだなと思って。子供たちに語ってきたのは互いの気持ちを理解し支え合うことの大切さ。そして今新たな目標を抱きます。それは来年3月ウィーンで予定する核兵器禁止条約の第1回締約国会議。そこで自らの体験を語ることです。その苦労したことをね、皆さんに知っていただきたい。あとどんなに苦しいかね、原爆を使った後が、核兵器は絶対しちゃいけない、戦争はね、もうみんなをね苦しい思いにさせたくないよ。全身を焼き、多くの希望を諦めさせた一発の原子爆弾。91歳の被爆者はその無念を語り続けます。